俺だこんにちは。神田です、えー。昨日に引き続きまして、今日もレノファの新規加入選手について、えー、話していきたいと思います。今日は関健太郎選手について話します。えー、ベガルタ仙台からの加入で、えー、身長が178センチ。 体重が76キロと、えー、高校は、最近の若い子は知らないかもしれないですけども、名門国見高校の出身で、えー、怪物と言われてた、えー、もう引退されましたけども、平山聡太さんと同級生で、インターハイと選手権の2冠を達成したメンバーの一員。 で、ね、調べていったら、もともと、え、前橋行方の控えゴールキーパーだったと。で、遠征に行っていた国見が、あ腐らずに練習を続けてる関選手の姿を見た、え、当時の監督、え、国見の小峰監督が、 え、引き抜き、まあ、転校させたという、まあ、こんなエピソードもあるんですけども、ちょっとこの話を聞いて、えー、ちょっとね、おもえー、思い当たる節というか、えー、神田がね、ちょっと思うことがありまして、えー、2015年、えー、J1、えー、ファーストステージの、 柏戦だったと思うんですけども、仙台がこの試合、えー、1点リードで、えー、ロスタイム残り1分ぐらいだったかな、えー、リードしてたんですけども、まあそのまま行けば、えー、仙台が、まあ、完封勝利を収める予定だったんですけども、ゴール前にね、本当最後、えー、蹴り込まれて、柏のクロスに対して、まあ当時、 えー、関選手が、えー、ゴールマウスを守ってたんですけども、ゴールを開けて、かかに飛び出していったんですけども、相手選手と交差してしまい、えー、ハイボールをハンブルしてしまって、まあ、こぼれ球を押し込まれて、まさかの1対1同点で、まあ、仙台は引き分けで試合終了という試合だったんですけども、え、だから何と思う方もいるんですけども、 その試合以降、関選手が二度とね、スタメンで使われることがなかったんですよね。で、そこから1年、約1年、えっ、ー、と、2016年の J1 ファーストステージの鹿島戦、えー、ホームに迎えた、えー、重要な一戦強敵鹿島を、 一年ぶりのね、スタメン出場を果たした関選手が、もう、後セーブを連発して、仙台が鹿島に1対0と、完封勝利を収めるんですよね。で、関選手がもう見事にね、一年ぶりのスタメン出場のチャンスを生かし、強敵ね、鹿島相手に完封勝利というね、最高の結果を、 残すんですよね。神田もね、この試合を見てて、本当忘れられない試合の一つ。で、そんな関選手にね、いや、監督やチームメイトがホイッスルになった瞬間にね、本当一目先、一目先にね、えー、なんていうんですかね、抱きつきに行くというか、本当、えー、飛び込んでいくというか、もうそのシーンが忘れられなくて、 でこうしたね、えー、監督やチームメイトの反応を見ても、関選手がこの1年間、いかにね、素晴らしい姿勢で取り組んで、己をね、向上させてきたのか そもそもね、そういう素晴らしい姿勢で取り組んでいなければ、一年ぶりですよ。一年ぶりのスタメンで、えー、チャンスが来て、強敵鹿島相手に完封勝利という結果などを、到底ね、残せないんですよね。サッカーは、プロはそんなに甘いもんじゃない。一、えー、年間もね、レギュラーを失うも、決して腐ることなく、 次の出番が来た時のために、ただただひたすら己を向上させることに集中して、1年間、継続して取り組んできたからこそ、えー、関選手の今現在があると思うんですよ。それがね、高校時代のこのエピソードにつながるなと思ってご紹介させていただいたんですけども、 で、レノファはね、若いチームだし、えー、ゴールキーパー、今いるゴールキーパーも、多分25、6ぐらいだったと思うんですよね。で、関選手が加入することによって、プロとしての、こう、練習の取り組み方、えー、試合の出方、えー、なんだろう、コーチング、ポジショニングなどをね、本当に学んでほしい。そういったね、選手から、若い選手が学ぶことって、 大いにあると思うので、本当ね、この関選手の加入は、レノファにとって大きな、えー、補強かなと僕は思います。で、ちなみにですよ、ちなみに、レギュラーを剥奪したのが、新監督の、えー、渡辺監督という。か渡辺監督も、この関選手のこういうね、練習とか試合に対する姿勢、 取り組み方をもう知ってると思うんですよねで。絶大なる信頼を置いてると思うので、このか、補強、この補強はもう監督自ら望んだ補強だと僕は思います。で、仙台時代の関選手のあだ名が、どんな時でも準備を怠らないミスター・プロフェッショナル。もうそれぐらいね、ストイックに、えー、サッカーと向き合う素晴らしい選手なので、こういう選手がね、本当にレノファに来て、 くれることに、本当に感謝をしつつ、もう本当にね、来季。とりあえずセンターラインの、えー、ワンピース。これはね、大きな補強になったんじゃないのかなと。で、ちょっとね、余分な話というか余計な話がちょっと多かったんですけども、プレイスタイルはもう178センチと、決してね、ゴールキーパーとしては、大きくない、えー、小柄な、 小柄ってた姿勢です。えー、身長が低い選手なんですけども、抜群のね、反射神経と、前に出る姿勢でゴールを死守する姿は、僕はね、ほんとずっと見てるんですけどね、胸を熱くさせる選手なので、本当にね、レノファの皆さん、ほんと関選手がね、出ると、ほんと胸が熱くなる、えー、プレイスタイルというか、本当ね、鼓舞してくれるので、 僕はね、早くね、本当に開幕戦みたいな。まあ、スタメンで出るかどうかちょっとわかりませんけども、ちょっと、もう来季、スタジアムに行くのがもう楽しみで仕方ないからですね。今日も最後まで動画を見ていただき、ありがとうございます。それでは、また。